ラピカは2005年4月1日に利用が開始された IC カード式の鹿児島共通乗車カード及びその愛称である。制度上は回数乗車券の位置づけである。愛称はライドペイインテリジェントカードや楽々ピッと乗れるカードに由来する。愛の上には放射状に3本の線が引いてあり、灯台や街灯をかたどったものである。相互利用関係鹿児島市電。 鹿児島市営バス、南国交通バス、JR 九州バス北薩線、桜島フェリーで利用できる IC 乗車カードでソニーが開発したフェリカを使用しており、サイバネ企画に準拠している。2014年12月までの累計発行枚数は約25.7万枚となっている。岩崎コーポレーショングループが発売する IC 乗車カードの岩崎 IC カードとの 相互利用により、鹿児島交通、種ヶ島、薬島交通、鹿児島商船、たるみフェリーでも利用可能であることから、鹿児島県内にとどまらず、熊本県南部や宮崎県西部に通ずるバス路線でも利用できる。ただし、岩崎 IC カードで適用される割引は適用されない。積み増しした際には、入金額より割りました金額が、 利用可能額として加算されるようになっている。また、割増率は入金額が大きいほど高くなる。相互利用の岩崎 IC カードともども、守護かにもか水かなどの全国相互、利用 IC カードとの相互利用はできない。ただし、桜島フェリー内や一部営業所でラピカを購入する際に、全国相互利用 IC カードを使用することは可能である。 自動積造企画バス会社や鹿児島市電の車内、車両内、営業所などで積み増しができるバス車内では運転手に申し出る。路面電車車両内では自動積み増し機で行う。また主要の駅や施設などにある自動積み増し機でも可能である。ありがとうございます。